さあ、やっていくぞー。パート、パート12です。パート12をやっていきますね。お、中村と田島じゃないか。何してんだ二人で。中村、葉月くん、何してたんだ。ちょっとね、考えてたの。エイちゃん受験勉強してるのかなって。二人いる時はこの話はしないの。田島が心配か。うん、そうか、じゃあ、うん、またね。話を盛り上げるな。声話したらまだあれか。田島、何、原崎の話はそうだ。何してるんだ。なんだって。そうか、邪魔したな。じゃあまたな。取り尽くしようもね。田島の方はもう、うわー、マジで。あ、酔っ払いおじさん発見。あ、トマトマートに入ったことねえな。トマトマート、トマトマート、ちょっと買い物してた。宿泊損してた。あ、今日一回も原崎に会ってない。シェンムーのさ、いいところもたくさんあるんだけどさ、悪いところはさ、よく変わんないのはちょっと嫌だよね。こんだけリアルに作り込んでるのにさ、主要だけなくたかしら、服がずっと同じって。葉月亮はしょうがねえ。下はジーパンに白シャツに革ジャンだからさ、それはまあそれぐらいの服だったらそう、そんなもんかなって思うんですよね。そんなもんかなって言ってた。牛乳って言われた。シンプルよ。トマト欲しいですね。野菜を食べようか。ビッキー細かいこだわりで作られたデザインする。私は食えないもの食べる。シンプルよ。コーンスープこれ買えない。主要キャラクターたちも服買わないのか。取らない。新聞とキャラメル取らない。取らない。買わない。これは必要ないか。だから原崎の服とかもね、毎回チェックさせてほしいな。えぇ、なんか手に取ったの。はい、買っとこう。いらっしゃい、これを。ありがとうございます。買い物袋の財布代。まだ買えてるもん。弁当も買える。牛乳買えそうだな。まだ高い。やべ、煮干しもあるけど、ツナ缶もかな。もしかしてツナ缶もあげられるかもしれない。あの猫を太らすのね。セガツナか。いらっしゃい、これを。これは釣った。ありがとうございます。こっちはミュージックテープ。ヒップでホップ。あ、間違えた。いらっしゃい、これを。間違えてボタン押した。くじ1回どうぞ。お、なんで何で捨てたの。外れか。あー、そうっすか。残念っすね。なんつやりのやつだ。だがそれがいい。2000円でこのものになると思うけど。ピッカルって何。ピッカル何これ。あ、電球。どこ。いらっしゃい、これを。ワクワクしてきたな。なんかこういうアイテムはワクワクするから。電球ってこと。どこにこの電球はめたの。ありがとうございます。こういうアイテムはいい。好きですね。こういう要素の場合は嫌いじゃない。好きじゃない。これ何、ガム。マッチ。マッチ持って。これは今度にするか。これは押せないこと。ロスクだな。
これはやめておくか。そうね、今買ったそういうの今日買っとくか。なこったろうと思ったわ。別にここで聴く曲っていうのは大体ゲーム内でかかってる曲だわ。そりゃそうだな。夜の帳が7時に7時にドブ板につもりが行くつもりがもうすでに7時45分コンビニで1時間近く時間を潰していてしまった。ミリタリーショップかスカジャン屋かこの辺にいる？いない？いないの？ジャスト7時で待ち受けなくちゃってよかった。すいません。よう。チャーリーって男をさ、あ、いつだ？そうですか。チャーリーはうちへ夜になるとは。そうです。会話してる。ここで晴れってことかな。栗田さん、よう。チャーリーってチャーリーってお、あ、この時間か。チャーリーはこの時間じゃまだ来ねえだろうな。まだ来ねえ。見るのは大抵7時過ぎだしな。俺8時なんだが。スカジャン屋からひょこひょこと。そうですか。何がいけないの。お、スカジャン屋も閉まってるじゃん。閉めてるじゃん。おい。どうも。よう。また見せ、ええ、もう閉まって今あと開くのこうぐらいか。8時だ。栗田さん、チャーリーは夜にならねえとこのね、7時頃スカジャン屋あたりに。夜なんだよ。そうですか。今夜なんですが、あとはもうブラブラしてエンカウントをかけるしかない。朝日。あれ？いない。今日一日いない。すいません。おや。リオです。ボケが始まってる。そうです。相手しないでいいよ。あの時いねえんだが。ここでヒントがなくなっちまったな。鶴岡さんに聞いたし、スカジャン屋も行ったぞ。ジャスやったか。ハニーさん。はい。とりあえず話しかけて。ハニーさん。今日も頑張ってる。コーヒーでも。いや、また今度。ここに来てヒントがなくなってしまった。スカジャン屋の人が奥と言った。 Hey boy、 何か探し物かい。お前は、No、 この間のお詫びしたい。何は怪しい。何？ストロングな男好きね。You are very strong よ。そんなことはどうでもいい。チャーリーという男の居場所を知らないか。チャーリー？ほほ、フレンドね。フレンドね。本当か？人を信じない。よくないね。目についてくるよ。チャーリーに合わせるね。なんて親切な人なんでしょう。確かバーでボコボコにしたはず。どうだからさっき一個前の動画で紹介した引っかかってねえマヌケなスクールボーイ。パークだね。パークだね。おー5対1。全然一個も何の
かわしが、かわさせてくれ、かわさせてくれ。山岸のおじさんに教えてもらったあれの技を強すぎ。1回目の小手でひるまさって2発目が出るから強すぎ。もう終わり。強いこの技。締め。チャーリーを知っているか。そんなやつ知らない。そのタトゥーはどこで入れた。沖縄。沖縄。嘘じゃない。でも横須賀にもタトゥーショップある。ミノフレンド言ってたよ。タトゥーショップどこだ。 I don't know。 本当 believe me。ハズキヨークラスになってくると、ビリーブミーとかアイドンノーすらわからんレベル、わからん可能性あるよね。何言ってんだこいつみたいな、今そんな風な表情してるかもしれない。タトゥーショップの場所はもうあれで OK だったんだ。あれでチャーリーの情報を得るつもりが、ただただ外人に絡まれてタトゥーショップがあるよっていう場所だけ教えてもらった。タトゥーショップがあるよという、横須賀にもタトゥーショップがあるよっていう情報だけもらったってことか。こんだけサンドパラ走り回って、はじめがチャーリーの居場所だけ知りゃもう終わりな気がするけどね。タトゥーショップな、誰に聞きゃいいんだろう。原崎いねえか。ジャズ&バー109。9セット。MJQ だ。MJQ。ここがまあ、こじゃれたバーなので、確かゲーム、ミニゲームとかもできたりしますよ。どうも。ビリヤード。ああ、じゃあな。今すごく、あしらわれたよ。会話すらできんかったから。何の用か知らないけど、ミーたちは暇じゃないね。すげえ暇そうだけど。Go away。 この店はなんかダメだな。ちょっといいかな。 Hey boy。 Hey boy。 You と話してる暇ない。 Ask someone else。 他の人に話しかけようだってる。他の人もいないんだよな。帰ります。この時間に誰かから情報がもらえるかって考えたら、しかもタトゥーの情報だしな。難しいな。難しい。もう思い出せない。店が開いてないしな。ここすいません。コミット話なら。そうします。それじゃ。わかりました。水木、ここは結構ね、情報くれるね。店は。来ちゃねえというか、みずぼらしいけれども MJQ よりは全然情報をくれるとと思う。ここでも何かくれそうな気がする。バー横須賀、なんかヒントくれ。ヒント、ちょっといいですか西条さん。うぅ、なんだい。この辺にタトゥーショップってあるんですか。そうな気がする。まあ、あるにはあるが、入れるのかタトゥー。いえ、そこにで何が知りたいんだ。タトゥーショップの場所。岡山ハイツ。岡山ができた。岡山ハイツ。高城というイカれたやつがいる。見かけによらず腕はいいそうだ。わかりました。もういきなり、いきなり超ヒントなんだが。見てくれ。
が空いて、ここが空いて、ほぼ2ページ空いて、3、ここにやっと出てくるような情報が一発でこのバー横須賀で出てしまった。これいいのかな、ゲームをして。ちょっといいですか。うん、タトゥーショップの場所すぐそこのアパートだよ。またヒントが入った。バー横須賀の前、ヒントくれすぎでしょ。バー横須賀、すいません。ん、岡山、知らない。そうですか、行く必要ある？店の前って。すいません。え、教えてもらったのに。あら、りょう、あけみさん、いい加減帰んなさい。稲さんも心配してるよ。わかります。こう、りょうちゃんに。わかります。わかります。油を売ってるね。でもなんかどんどん話進んでるね。シェムってどういう風なストーリーだったのかっていうのを思い出そうとした時に全然思い出せなかったけど、やっぱ一回プレイするとこう徐々に思い出してくる。もう3日でここまで話が進んできたんだね。タトゥー、岡山ハイズでした。ここで高城って男を探してんだろ。ちょっと迷惑かもしれないな。ちょっと迷惑かもしれないな。間違いないよね。前とこしかない。ちょっと迷惑かもしれないな。この一個もピンポンできる。ここじゃね、明らかここじゃない。2時クローズ14時24時、ここでしょ。あ、入った入った。すごいサクサクプレイじゃないでしょうか。タトゥーショップ、悪いが、今日はもう終わりだ。チャーリーってやつがここで入れ墨を入れてるだろう。知らねえな。あんたが掘った入れ墨を自慢してる男だ。会って確かめたいことがある。そんなこと言ってたっけ。ちょっとこれ脱いでみてくれねえか。俺の入れ墨にふさわしい肌と見た。色といい、締まりといい。何、たまには生きのいい男に掘りつけてえのよ。ケチなチンピラの肌じゃなくてよ。入れ墨は趣味じゃない。チャーリーのことを聞いてるんだ。なあ、掘らせろよ。金なんか取らねえからさ。しつこいぞ。残念だな。チャーリーのこと知ってるんだろ。明日出直しな。チャーリーは明日来るんだな。来るかもな。さあ、もう終わりだ。帰ってくれ。明日2時に来ればいいかな。すごいね、こうやってもう全問答みたいな。峰さん、きっと気にしてるな。帰るか。今もうあれか、10時、11時までには帰る人だもんな。11時までには帰る人だもんな。急ぎ、お急ぎで帰ろう。帰れるか。ここまでヒントを得まくって大収穫ですね。問題はここから帰れるかどうかが。最短で帰るよ、最短で帰るよ。なんか土地勘だけはかなりあると自負している。あと15分、あと15分。これは左、右行ったらよかったかな、もしかして。時短的には右行ったらよかったかな。いや、右行ったらよかったな。ちょっと間違えた。こっちよりも向こうの方がよかった。まだ10分。間に合え、間に合え。5分、あと5分。もう無理だこれ。怒られる、稲さんに怒られる。あんまり遅れすぎるとやっぱちょっといいか、出させてもらえないのかもしれない、もしかしたら。急げー、あと2分、あと1分ぐらいになってる。うわ、ちょ
うわもうダメだった。あ、もうここまで帰ってきてんだから許してほしいよな。猫に猫になんかやるつもりが、刺身が、刺身が腐る。マグロの刺身500円が。急いで帰ろう。ギリギリで許しを請うために急いで帰ろう。遅刻は正しかったね。遅刻はします。しかしそんなに大幅には遅刻はしません。微量な遅刻をねしていきたい。間に合う程度の遅刻をしていきたい。心意気を見せていく。あともうちょっとで間に合ったんだよ。いやー間に合わんかったけどな結局な。あそこの岡山ハイツからここまでは30分ぐらいかかるってことか。30分ぐらいか。誰もいねえ。イネさんに報告しよう。とりあえず報告しよう。帰りましたよということで。イネさん、リオさん、今日空手部の野中先生からお電話ありましたよ。そう、なんてたまには後輩の練習に顔出してくれとおっしゃってました。そう、わかった。先生も心配してましたよ。それはどこに行けんだ。大丈夫だよ。新聞世界に学校なかったら。イネさん、リョウさん、このイネ憎まれるのを覚悟で言うことははっきりと言わせていただきます。はい、よろしいですね。ああ、何を。イネさん、リョウさん、言うこといいですね。ああ、なんかきついことを言われるんだろうか。明日福さんにお話しかけとこう。せっかくなんで。福さん、りょうさん、なるべく早く帰ってきてくださいね。ああ、わかった。なるべくってのは具体的に何時のこと言ってるのか。まあもう帰るか。今日もここまで、今日はここまで。あ、実況の方ももうあれで、時間の方もいつの間にやる。22分28秒です。ということで、パート12でした。次回パート13ではね、岡山ハイツに行ってね、堀市の人からね、高城とか言ったかな、チャーリーの情報をいただきましょう。ということで、次回パート13でお会いしましょう。ほなまた。あら。